岸森一は最高裁判所裁判官。東京帝国大学を卒業して裁判官に任官。東京高訴違判事などを経て、戦後に初代最高裁判所刑事局長。その後、東京地方裁判所の裁判現場に戻る。東京高等裁判所長官。 最高裁判所事務総長を歴任した。砂川事件では、最高裁判所大法廷の一審破棄、差し戻し判決を受けてのやり直し裁判を担当。1961年3月27日、逆転有罪判決を下す。1969年3月24日、東京都公安条例事件では一審で、違憲判決を下した。上記の判決に対して、 自民党保守派は不満を抱き、1967年から1972年にかけて司法の危機キャンペーンを展開したり、裁判制度調査特別委員会の設置方針を決定したりと司法への圧力を強めた。この運動に対して当時最高裁判所事務総長だった岸は、 裁判制度に関する調査特別委員会が裁判の独立を脅かすようなことがあれば重大問題であるとする談話を発表した。その一方、青年法律家協会の長沼内期裁判における平賀所管事件以降、裁判官は政治的色彩を帯びる団体に加入することは、慎むべきであると述べ、青年法律家協会の関係者を排除する。 ブルーパージの実務役を担った。1971年4月に最高裁判所裁判官に就任。青年法律家協会関係者の脱会工作を主導したことから、1972年の国民審査において、不信任の割合が14.59%に達した。1978年7月に定年退官。ありがとうございます。